やっほー <laughs> メーナとリオですこんにちはメーナそうだよ メナこんばんは <laughs> メナこんばんはだってみんながみんな見てるよもうねえメナカメラ目線してメナですこんにちはどっちがリオツンって <laughs> こっちでしょ <laughs> こっちか <laughs> ワンチャンこっちかもしれん。<laughs> かわいいでしょそうだよ。面白い顔、そうだよ。か面白いでしょ。猫被ってるから。ねえ、めえの。普段そんなんじゃないよね。もっと暴れん坊でしょそう <laughs>。みんなの前に来ると、 あの猫かぶるんですよだからめっちゃおとなしいふだんはもう暴れまくってもう大運動会を <laughs> 繰り広げるんですけどそうねえメイナでメイナさっき、あのー、ケージから出たばっかりで。 掘りたいのそうなのじゃあみんなにバイバイしなきゃバイバイ写真は撮ったみんな <laughs> 貴重なメーナとのツーショットをみんなカメラ目線ください <laughs> カメラ目線ください <laughs> ああくびした <laughs> みんなあくびしたの んな全員の前で大きな口を開けてね降りるの、うん、降りなちょっと後ほど出演にあげるので少々お待ちくださいねみんなさん <laughs> そうちょっと後で出演にあげるので待っててください <laughs> なんかリオの下でさ伏せしとるかわいい みんないい子にしとってそうなんですよあやばいお花畑するかもしれん メイナの出演はねレアなので <laughs> 普段呼んでも来ないから今日はケージ入っててメイナがで出てきたケージからあケージ開けて出てきた瞬間にもう捕まえて <laughs> もう抱っこしてそう抱っこしたんですそう確保しました ちょっと待ってねテロップを書きますリオあ、間違えた なんかキモ嫌かもしれんなんかキモいかもそんなことない <laughs> なんか嫌だあそんなことないよって <laughs> やめてくださいそんなわ梨央が言わしたみたいなそうだよリオおでこ広いから それか、ちょっと待って。あ、そう。インスタ上げました、さっき。インスタ上げたから見てね、みんな。あの投稿もしたし。あの。ストーリーものしてるので。で、なんか、サラピさんが。可愛い,い。 可愛くてなんか前髪あげてたからちょっと真似したくてしてみたんですけどちょっと嫌かも下手くそかもしれないもう普通に どうしよう <laughs> ただ薄い薄い人みたいなこと7あもうちょっと。 量少なめにすればいいのかな。もうよくわからん <laughs>。まあいいか。なんか変ななった。そうクリップは。ハート。これ。めっちゃ、めっちゃ飛んでる。めっちゃ白飛び。ハートの。 いろんなねクリップを持ってるから。オッケー。オッケー。かわいい。<laughs> テロップ微妙に間違えてる。えどこ？リオツン。 あ、エスというが逆。<laughs> あれ、どっち、どっちだっけ。<laughs> すん、あ、そっか。エ <laughs> スというが逆か。<laughs> 間違えた。そっか。こうか。ありがとう。美少女すぎる。え、もう今日もさ。すっぴ すす、すいませんすっぴんでごめんなさいそうアハ <laughs> リオツすん <laughs> やばいやばい <laughs> ポスト音を聞くと何かあるの あ今日のおはつあれはねあの別に何うん喋ってるとかじゃないんですけどあのチーズボールを噛んだ時にサクッと音が聞こえるから微妙にね <laughs> だからそれを聞いてほしくてあほらありがとうすごい可愛い嬉しい嬉しいですねそうなんですよ さっきインスタ載せたんですけどあのインスタもあの音楽がつけれるんですけど今日のインスタも音楽つけてみたので聞いてみてくださいあのそれより一個前のもう音楽つけてるから聞いてみてねそう今ねマーナがね料理してるトントコトントコ

ごめん、リオちゃんお料理配信したことあったっけお料理配信はねあるよ何回か <laughs> 何回かありますキッチンが近いということはそこは自分の部屋じゃないえそうだよここリビングだもんいつもりおリビングで配信してるからいつもの3倍くらい料理音聞こえるのなんで 聞こえるのえそうリオりょうは料理配信は卵焼き作ってマンゴープリン作ってあとお団子お団子を作って <laughs> あのうさぎそうお月見のお団子作って最近おにぎり作ったでしょ あとホットケーキも作ったよえ結構してるよりよ料理配信 <laughs> そのん,ななんか本格的なのはしてないけど笑顔の時にエクボが出るのいいですねエクボといえばリオですね <laughs> そうお団子え今となったらさお団子作れたのすごくない普通に <laughs> そんな料理経験ないのにさお団子さ初めて作,作れたのすごいなぁと思った今えそうリオ卵焼き得意です <laughs> 得意だよ <laughs> 確かに料理って言えるのかわかんないけどまあ料理は料理だよね リオの得意料理は卵焼きですもう結構長いこと料理配信見てないねしたいんですけどねする時間がなくてエ久保といえばリオですよだってリオ両方出るもんしかも超深いエ久保といえばリオ そうカレー作れる作れない作ったことない <laughs> た確かにいや本当にイーグルは見,見せたいんですよ <laughs> 多分写真だけじゃ多分ねあんま伝わらないからね一回こう見せたいんですけど作りたいなリアもまだ作ったことないから。 何団子そのの時作ったのなんかね2種類あったなんか普通のにきな粉をかけたのと中にチョコを入れてチョコ団子みたいなのを作った記憶「<笑>,笑ったら目が線になる」。 そうだよリオ目がなくなるから <laughs> 小学生の時にキャンプしなかったえなんか野外活動だっけ野外活動であの作ったんですよすき焼きすき焼きを作ったんですよあのハンデハンで何ハ,ハンナハンみたいになってこう自分たちで火を起こしてみたいな <laughs> 作って。 なんか具材も切ってこう入れたんですけどもうお米は硬すぎるしまだなんかできてなくて <laughs> でなんかすき焼きはなんか味がおかしくて <laughs> 味が本当に美味しくなくて <laughs> そうっていう夜ご飯だった <laughs> しかも味付け味付けとか なんか具材とか切ったり味付けはリオが担当したのに <laughs> なんかめっちゃまずいのができて <laughs> ちょっと申し訳なかった <laughs> なんか水の配分を多分間違えて水を多分入れすぎたんですよそうなんか水の量を入れすぎちゃって多分薄くなりすぎてなんかやばかった。 イーグルって長崎の方の方食べ物いや違うと思うイーグルは普通にあのー、愛媛にひおじいちゃんがいるんですけど愛媛のひおじいちゃんが発明した料理そう2.5キロでキャンプ行きたいカレーじゃないうんカレーじゃない そうなんですよ <laughs> ギフトありがとうケンさんありがとうございます高校生になりました15歳のリュウツンことをカメラでュウで引っ張らせてくださいいつもインスタ楽しみにしてますあ嬉しいさっき投稿したから見てみてくださいあのストーリーもと普通の投稿もしてるので 肉じゃが作ったことなおしゃれなグランピンググランピングってさキャンプみたいなやつってことキャンンプのおしゃれバージョンみたいな <laughs> なんかりょうそういうキャンプとか好きなんですよりキャンプとかなんかそういうの好きだからそうしてみたいけどね。 今キャンプ流行ってるらしいだから前から流行ってないなんか <laughs> 一人キャンプとかなんか流行っとるよねあ食材用意してくれるあそういうことグランピングってことなるほどね用意してくれてそれをなんか焼いたりみたいなってことそういうことか <laughs> そういうことね なるほど。とろ泊まるところも豪華？そうなの？行ってみたい。行ってみたい。一人神経衰弱思い出した。なんで？<laughs> あれはもう。なんでやったのかわかんない。<laughs> リオも。 なんかゆきちゃんとさゆきちゃんと対戦してさやっとった記憶がある懐かしいあの日もしかも家に一人で <laughs> 留守番だった時だったからなんか <laughs> 面白いシュールだった怖い件始めたんかな一人が怖いから。 神経衰弱最近神経衰弱したしてないよねしたいよ <laughs> 対戦したいみんなとそういうスペイベないんかなリオと神経衰弱みたいな <laughs> スペイベスペイベ欲しいして欲しい そう本当にリオ強いんですよ本当に <laughs> 本当に強いからね嘘じゃなくてだってさあのまあ運もあるとは思うんですけどその記憶力のいい勝ったんですよリゅは神経衰弱 <laughs> 神経衰弱勝ったんですよみちさんと。 イモースでイモースだったっけうんイモースでイモースであのあったじゃないですかなんか最初その二点五キが入ったばっかりの頃にあのイモースさんでなんていうのあのいろいろ 特技みたその特技をなんか検証しようみたいなやつで, <laughs> でリオは神経衰弱でみちゅさんと対戦して <laughs> 勝ったんですよ <laughs> あたまたまかもしれないけど <laughs> えメーナがなんか あっメめナ大丈夫メイナがゲホゲホしてるそうなんですよシーケンスじゃが最高6枚くらいしか覚えない <laughs> やばいでもさリオも忘れちゃうよリオも忘れちゃいます あれどこだったっけみたいな。みーにゃー <laughs> リオがリオが配信出させてストレスを抱えたのかも。<laughs> ごめんねみんな。<laughs> そうだったら本当に申し訳ない。<laughs> 今お掃除中 <laughs> お掃除中です逆立ちしてるやばい <laughs> <笑><笑>とかさ前ねメイダが新しい技を覚えたんですよなんかリオがねこうやって丸を作ってメイダおいでって言ったらここの中に入ってくるんですよこ,こうやって顔顔 でてて丸作って「見なでおいで」って言ったらこうやって入ってくるんですよ。可愛くないたまたまかも。たまたまかも, <laughs> た,また,まかもしたまたまかもしれないけど入ってきたのそう可愛くない可愛 <laughs> い,いよね。えそうそうそう。 お掃除されてるメーナが口を可 <laughs> 愛<わ>い,い <laughs> 大丈夫メーナ寝ときなさいケンさんありがとうございます高校生になりました十五歳のリオツのことをカメラリオですフ,フォローしてくださいあメーナがハウスしましたハウス ケージにハウスしましたそう ちょっとマイクオフにします ただいま, <laughs> ただいまなんかさこの前ねマ <laughs> ー何には言ってないんですけど気道ですよあの髪を巻いてたんですよアイロンで普通に。 <laughs> 普通に髪を巻いててってね巻いててでそのアイロンがもう周りも熱いんですよ周りも激熱で高温だからこうやって挟んでこうやってなんかくるくるするんですけど高温だから当たったら普通にやけどするんですよでなんかこの耳耳の見えるかな 見えるこの赤いの <laughs> 見えますか赤いところ点みたいな見えるえ耳耳にくっ当たってあっ熱ってなって <laughs> で今今今さっき気づいたんですよ配信前に気づいてなんか痛いなと思って鏡見たら なんかやけどになって何か赤くなっててなんということって感じなんですけどえそうこの間マキマキした時になりましたそう <laughs> 当たったっんです痛かったよ痛いよ <laughs> 確かに <laughs> おもろいそうだ今日ねお仕事があったんですけどあのー、マイキューさんに まいちゃんさんにま <laughs> いちゃんさんにあの誕生日プレゼントやっとこん渡せましたやっとこんおめでたいやっとこん渡せました本当に良かっただってもう45678910111213141512日も経ってる12日後なんですけど <laughs>。 渡せたんですよ舞ちゃんさんにもう渡したからあのそうリオがねリオもねその舞ちゃんさんにプレゼントしたものを勝手にリオも欲しかったからお揃いにしたんですよそうだからちょっと見せますそのお揃いのものを。 お揃いのものを紹介したいと思いますみんな何だと思うまいちゃんさんにプレゼントをしてかつそれをリオがお揃いにしたもの今日も好き嬉しいラブツンリング <laughs> 結婚じゃん <laughs> やばいやばい ミラーあ鏡鏡違いますね変なのかもういいカチューシャブーチョーカーブブー何バッティンググローブって何 グローブ？<laughs> グローブ？<laughs> え野球の？<laughs> なんで？<笑>おわ <laughs> るい。<笑>おわるいんだけど。<laughs> 何で？<laughs> 見てこ, <laughs> このこれなんか変になん <laughs> あー面白い <laughs> キユーピーちゃんみたいになっとる <laughs> もうこのままでいこう <laughs> リップお近い近い近いよそれ 近いですねすごく近いそうあの去年のいちゃんさんのプレゼントは T シャツにしてロン T かでそれも勝手にオソロにしたんですけど <laughs> そうだから今回もオソロにしましたそうでも去年はそのロン T はあの色違いにしていちゃんさんには赤の 赤の文字のロゴが入ったやつでリオは黒黒字そうミルクフェドの T シャツなんですけど正解はですねお見せしますよちょっと待ってギフトありがとう <laughs> ごめんね急につぼっちゃった <laughs> そう勝手におそろいいでしょう正解は ルルパンこちらマリクワっていうブランドがあるんですけどマリクワのグロスなんかグロスみたいなそう唇がプルプルになって可愛くなるやつですそう唇の。 唇に塗るやつグロスそう、グラスグロスなんですけどあのこう見ると結構色入ってるけどあのそうしかもラメが入ってて見えるラメが入っててめっちゃ可愛いんですよこのさ見た目も可愛くてこのね、マリクワのねこの お花の、あのあ、ー、マークがあるんですけどマリクワはこのお花のマークも入っててめっちゃ見た目も可愛いそうなんですよ多分ねマイちゃんさんにはもうちょっと薄い色をあげあのプレゼントしたんですけど。 同じ度だっ,っだったかもしれないあそうリオのねメイクポーチもねマリックは可愛くないラメも入ってて可愛い,い唇になります。 <laughs> そうどう CM いけるグロスの <laughs> うるおうフ <laughs> フ唇うるう <laughs> キラキラフ <laughs> いけるかなグロスの CM めっちゃ可愛いんですよ本当に開けてみるね開けますチュルン見てこのチュルチュルさ <laughs> じゃあこれがビフォーねいきますよちょっと待ってこれが今のビフォービフォーの唇ですつけますみんなビフォー見た つけますはははは。ちょっと待ってよ。はは待って量が少ない。うん。 じゃん。わかる？<laughs> わかる？これアフター。うーん。チュルチュル。わかりますか？うーん。うん。 光に当たるといいかも可愛くない大成功 <laughs> チュル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 になるやつおまいちゃんさんにプレゼントしました <laughs> そうなんですよ可愛いよねそうお手紙付きで 前配信中に書いた香り香りはね何もしないよそうこの見た目見た目よりも薄いんですよつけたらそうこんなに濃くないこの見た目より濃くないかわいい 次一緒の公園で,お揃いできるそれ聞いてください皆さんあの問題がありましてあの問題というかあの話したいことがあって <laughs> そんな深刻な感じじゃないですけどあのなんか例えば放課後音楽祭とかあったじゃないですか放課後音楽祭とかお話し会とかなんかの。 喋るイベントとかなんかそういう踊らないパフォーマンスをしないときは踊ったりしないときはこういうのつけれるんですけど公演とかパフォーマンスするときにこれつけちゃうと髪の毛がこうやってついちゃうんですよこうやってこのグロスでこつやつしてるからこうやって髪の毛が張り付いちゃって大変なことになるから。 公演しかも特にリオは <laughs> あのダンスが激しくて髪が結構わさわさなるからそうなるとこって唇に髪がくって張り付いちゃうから<笑><笑>なんかよだれみたいになるかもしれないそうだからそういうのもあってあの濡れるのは濡れるんですけどグロスもね リオは公演とかそういうパフォーマンスをする時はこういうグロス系とかなんかこうね本当は塗りたいんですけど塗っちゃったらこうやってね張り付いちゃうから髪の毛がそうなんですよやってみるね <laughs> ほら唇に <laughs> 唇にをめっちゃ付いちゃうから。 そうなんですよだからそうお話し会とかつけれるんですよリアルお話し会とかオンラインお話し会とかなんかもうねこのままの状態で可愛い状態を保てる時はあのもうねなんぼでもつけれるんですけどそういう公演とかパフォーマンスの時は髪がねくっついちゃうからつけれないんですよっていうしかも髪の毛もねベタベタになるんですよそう まあ、多分男性とかあんま分かんないけど分かんないと思うんだけどこういうグロス系ってこうベタベタしてるんですよベタベタというかなんか粘着みたいなサラサラではなくてでも男性もグロス塗るかリップ塗る人もいると思うけどそうお話し会では塗れるので <laughs> またねお話し会があった時に塗ろうと思います リアルとかでも近くでグロスをプルプル唇リオツンをお見せしますそうっていうっていうのがあるパーナはねグロス塗らんけど <laughs> でもたまにお試しでパーナにメイクしたりするえでもパーナねあのリオが あのリップをいいっっぱい持ってるんですよなんかキラキラが入ったリップとかこう普通のリップとか何も色がつかないリップ系をめっちゃ大量に持っててであのあんま使わないから使わないこういっぱいあるから使わないやつがあるとそれをパーナにあげるんですよ。パーナにあげたらあのお仕事行く前に塗ってから行ってくるねみたいなの言,言ってえそれで行くん みたいになってでしかもラメが入っとるリップとかだとなんかめっちゃ唇ラメラメ入りでなんかスーツ着てお仕事行こうとするんですよえみたいな <laughs> ほんまにやばすぎてしかもそれラメ入りよみたいな <laughs> 面白いパーナーリケンさんありがとうございます高校生になりました十五歳のりおつんこと川原理由ですフォローしてください そうなんですよ <laughs> 今インスタグラムフォローしましたあ、嬉しいありがとうしかもね、パーナはね、すごいね足を露出したがるんですよ足を露出したがって昔からショートパンツをよく履くんですけど <laughs> 履いて、足を見せつけてきたり あとなんか「足細いでしょ」みたいなの言ってきてなんか見せつけてくるんですよ別に全然細くないのに細くないのに全然なのになんか「パンね細いでしょ」みたいな言ってなんか見せつけてくるんですよ「全力アスリートの応援の記事見たよ」えなんかさヤフーニュースになんかのっとったらしいよねなんかファンの方が。 X に載せてくださってたんだけど、リオの記事がヤフーニュースに載ってたらしい。サッカー見る？サッカーはね、たまに見る。そう、スケートとかもね、たまに見る。テレビでやってたりしたら、そうなんですよ <laughs>。<laughs> あ、ショートパンツって言っでもん太ももはさすがに出てないよ。膝から下とかぐらい <laughs>。 太もも出たらちょっとさすがにねちょっとやばいね膝は出てるけど太ももはさすがに出てないえ全然美脚じゃないよ <laughs> そうだよ見たくないのになんか「細いでしょ」みたいなの言ってくる。 そうなんですよあとさなんか下着で歩くんですよよく。下着でよく歩いててあの家の中を <laughs>。でなんかそうパーナがね歩いててかパーナパジャマが嫌いらしくってそう嫌いらしいんですけど。 でなんか歩い,歩いててで自分が下着で歩いてるくせに「いやエッチ」とかなんか言ってきて <laughs> もうよく意味が分からん。っ <laughs> てかさ今さこのパーナの話を聞きこの話だけを聞いた人はさ本当にやばい人だと思うよね。えみんなはさ家で下着で歩いたりするん <laughs> 歩いたりしますか 自慢したくなる年頃やばい <laughs> もうやばくないあよくやるの仲間がいるね <laughs> パーナの仲間がいるじゃんいるじゃん別にパーナの下着姿なんて見てもリオはもうフフ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  <laughs> なんとも思わないしもうする <laughs> リオリオはパジャマ着るよすぐにリオパジャマ好きだから <laughs> リオ部屋着とかなくて部屋着っていう概念がなくて家ではずっとパジャマで過ごしてるからパジャマ着ます するのやば <laughs> だってリオもう帰るじゃないですかお家にお家に帰ってこうね可愛い,い服着て可愛い,い髪の毛しとってもお家にすぐ帰ったらあの服とかもさなんか汚れたくないししわになりたくなくてでなんかその服のままで 家にいるのが嫌なんですよねだからすぐ服脱いですぐハンガーにかけてすぐパシャマ着てで可愛い髪の毛してもすぐもう取ってみたいな感じ。そうもう家の中に入ったらもうすぐ着替えて。 そうあ一人暮らしとかだったら確かに誰の目も気にせず <laughs> 全力アスリートへの記事そうそうそうそれがなんか載っとったらしいヤフーニュースに「パジャマ夏服にした?」いやまだ普通の長袖 <laughs> でもなんか 布団まだ変えてなくってまだモコモコのやつなんですよ冬用の真 <laughs> 冬用のモコモコの分厚い毛布みたいなやつとなんか薄いやつを2枚重ねにしてかけててまだでももう暑すぎてはいじゃうんですけど <laughs> 夏は暑いからパシャむ着ませんえ何着るの <laughs> でもさなんかこうなんていうの寒暖差があってさ寒い日もあるじゃないですかたまに寒い日もあるからまだ変えたくなくて布団をねありがたそうなんですよすぐシワになるから。 でもリオどんな服でもかけてるんですよハンガーにだからもうハンガーのラックがもう何個も何個もあって <laughs> お風呂入る前にパジャマ着ちゃうんだそうだねそううんパジャマ着るそう配信の時また着るということそそそうそうそう でけ今日もお家で帰ってまずはパジャマを着てで服どうしようかなって、ね、決めてまたパジャマからこれに着替えたみたいな感じそうだからもう帰ったらすぐにパジャマみたいな <laughs> で、なんか習慣がついてるそう 速攻リラックスしたいタイプうんリラックスしたい <laughs> だってさ普通の服でさ家,で家の中過ごすのなんか違和感じゃないなんか気持ち悪くてなんか変な感じするからそうハンガーいっぱいあるんよね もうハンガーにかけすすぎてハンガーが足りないんですよ <laughs> でよもハンガーもう500個ぐらいあって家の中に <laughs> もっとあるかもでなんかハンガーが足りな足りなすぎてそう服をかけれないっていう状態え一緒パジャマ嬉しいなんか <laughs> 私は部屋着は基本パジャマえそうだよね部屋着とかないんよね ヘアギイコールパジャマみたいな感じだからえそう配信終わったらまたすぐパジャマ着替えてみたいな感じやつもしかして下はパジャマ <laughs> バレましたか <laughs> バレたそう実はねちょっとごめんごめんね今日は今日はねごめん今日は今日はパジャマですすいません <laughs> 下半身サボってます <laughs> そう パジャマで配信たたまにはしたら朝,朝配信とかはもう基本パジャマパジャマだよあれそう <laughs> じゃあプレゼントした服はどうなるんやろうえっもうかけます大事に大事にハンガーにかけて <laughs> そう服そんなに持ってるの持ってるけど その昔のが多くてもうなんか丈が短かったりあのもう子供服とか <laughs> そうが多くてでもそのお話し会とかでも買わなきゃいけないからその新しいのをね毎回毎回新しいのを買わなきゃいけないからそれでもうどん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 そう増えていくって感じ。 私服のさお仕事も多かったから多いからさそのために毎回新しい服を買うからもうどんどん <laughs> どんどん増えるみたいな感じなんですよね服だけの部屋があるもちろん <laughs> もちろんもうその部屋だけじゃ収まらないパンパンもう3部屋服3部屋服のみの部屋 三部屋、全部服です。<laughs> もうじゃない、今日は、今日はパジャマ。<laughs> リモートワークである、ああ、そうなの <laughs> 面白<い>。<laughs> おもろい。受験さん、ありがとうございます。高校生になりました。十五歳のりおつのこと、かおるりおで、ぜひおらせてください。 確かに写真集のさイベントでさね服もらえるから確かにまた増える嬉しいそうほらありがとう小さくて着れない服とかないんそんだけあったら絶対あるよあるよ もう昔の頃のもめっちゃあるしそれもかけてますそれもハンガーにかけてるでもなんか一番はそのピチピチとかじゃなくてその竹竹がもう <laughs> もうあの背が伸びて竹がもう短すぎてもうワカメちゃんみたいになるのが多いからそうなんですよ。 でもなんか売るのもさ簡単じゃないからさあんまできなくてでなんかあげるってなってもう誰に誰にみたいな感じだから <laughs> 子供服をさ誰にあげるって感じだからずっと保管してるフフリストありがとうサンリオキャラクター選挙投票したなんか言っとるよねしてないよね <laughs> でもリオは永遠にポチャッコ推しなのでポチャッコーポチャッコ大好き人間なので変わりません推しは <laughs> 推しは変わらないでもなんかポチャッコが今1位らしいどっかで見た一 <laughs> 1位らしい初見さんありがとうございます高校生になりました15歳のリオツンこと岡村龍ですローしてくださいだってさ 後輩ちゃんとかに服あげるって言ってもさ子供服は誰もいらんじゃん <laughs> 子供服あげてもさいらんみたいになるからさそう子供服をあげる人はい,いないんですよねずみ確かに <laughs> 確かにずみいけるかも <laughs> やばいなめてるなめてる <laughs> キャプテンキャプテンはなめてるよ <laughs> あずみいけるかも <laughs> 面白いあずみ確かにね今1位だよねぽちゃこ嬉しいあ後輩ちゃんの妹確かになるほどねあほらありがとうそう もらってくれるのはもう全然あげるんですけどもうどうぞどうぞって感じ <laughs> もらってくださいって感じなんですけどでもファンの人にあげたいファンの人にりおつんが着た子供服のプレゼント <laughs> 着れないけどりおが着てるやつだから嬉しいですよ <laughs> もらえたらサインとかできるよ <laughs> タグタグのとこにサインサインできるよ <laughs> タグのとこにサインできます <laughs> タグにキャティの時は同じ背だったのに差がついたのえっそうなんか見返したらキャティのその「ウルトラミラクルクルファイデラリティットチョコビーム」っていう曲を安住とアクターズの時にユニットでやったんですけどその時は多分安住の方が背が高くてまあその時。 でも、もうディオが抜きました。欲しい <laughs>、right。あげれるなら、本当にあげたいんですよ。もう捨てるのもったいないから。ね、思い出もあるから。その、もうちっちゃいタグに。ちっちゃいタグに、マーカーの細い方で。<laughs> サイン書く。 確かにファンの人のさお子さんとかさいたら確かにねえもう8時40分早い <laughs> !9 時まで55分になったら壇上見たいと思います さんさありがとうございます高校生になりました15歳のりおつのことを岡村りおで絞縛らせてくださいなんでその曲名だけ早口なんもうノリでいかないと言えないんですよ長すぎてじゃゆっくり言ってみるね「ウルトラミラクルクルファイナルアルティメットチョコビーム」あ言えた言えました普通に「<laughs> ウルトラミラクルクルファイナルアルティメットチョコビーム」え配信始まってもう約1時間だったのそうだよ 早くないどういうこと <laughs> 早いよね早いよそうだよメイのさっき出たばっかりでさ確かにね えなんか1曲ぐらい歌いたいかも <laughs> ちょっとこのこのイヤホンは苦手だけど苦手なのに歌うっていう苦手だけどでもまた優柔不断で何を歌ったらいいか決めれないっていうでもさなんか持ち方が難しいよねこのマイク。 音割れもするっけさ近かったろ。受さんありがとうございます高校生になりました十五歳のリオズのことをカラリオでチファラしてください。聞きたいですか皆さんリオのカラオケ <laughs> 聞きたい聞きたいう <laughs> んうんうんう <laughs> んうんうんうん,ふん,ふん なるほどなるほど。ほど <laughs> 聞きたいんですね。承知しました。<laughs> え何歌おう。じゃあ今日顎下にしてみようかな。いつもみたいに。 これで、こうか。なんかすごい、コードにも見れた人みたいな <laughs> な。な、うん、これ、なにこれ。お笑<悪>い。こっちはいいか。 でしかもさ、あの、歌唱力なんじゃけどさ、その、歌唱力の予選が、まだその、リスト広報局みたいな。リストがあるんですけど、リストがまだ来てなくって、そう。そのリストから選ばなきゃいけないんですけど、予選はね。決勝はもうリストとかないんですけど、予選はリストが来て、そのリストの中から選ぶから、でもそのリストがまだ来てないんですよ。<laughs> そう早く知りたいあおごしと割れるわ <laughs> ここっちはどう <laughs> えこれこれいいんじゃないこれこれ <laughs> アははははおもろいどう <laughs> どうですかキモ <laughs> い,いやだ <laughs> おもろいどこに置いてもさ音が出るなりをどこに置けばいいあ入ってる声えじゃあこれで歌ってみようかな 予選選曲は自分が選ぶじゃなかったののうん、うん、あのリストが来てそのリストがもう何十曲かあるんですけどその中から自分の歌いたい曲を一曲選ぶっていう前回もそうでしたよ決勝はもうリストとかなくて普通に歌いたいのえいいじゃんいいじゃんこれにしよう <laughs> リオ流 <laughs> でもなんかちょっと嫌だない見た目が <laughs> 見た目が嫌かもしれない可愛くない <laughs> 赤白帽子のさ紐みたいやばい、うん、あやばい時間的にあって待って一曲しか歌えないかもしれない一 <laughs> 曲しか歌えないか 1> 1曲しかない歌ないかもしれないえー、そうだね誰も見てないよね。ピッピッ え、気分、うん、気分分うん、気分的にはまあかっこいい感じがいいんだけどでも思いつかない。 フ<超>力？フ <laughs> じゃあ表面張力い一番だけ歌ってあっオッケーオッケーオッケー,オッケー確かに時間ないねごめんねちょっとフルはきついので一番だけえっ普通に歌ったら音割れるかなちょっと歌ってみよう

てた大丈夫 <laughs> も見た目がやばいよね見た目がちょっと可愛くないけど割れてなかったよかったイエーイ <laughs> 急に歌ったから喉が <laughs> 何も歌ってなかったのに。 いい。あ、頭防止作戦 <laughs>。あ、あと一曲。あと一曲。え、どうしよう、どうしよう、どうしよう。え、何しよう。え。うん。君は何を後悔するのか。えー。 決め決めてリオ, <laughs> 決め決めリオ決めなさい決めなさいリオ決めなさいあ聞こえるよかった <laughs> どうしよう <laughs> あちょっと久しぶりにあの曲歌おうかなむずいけど行きます me <music> 赤白帽子作戦 <laughs> ちょっと見た目がさ不格好だよねイエーイ新しい付け方を身につけましたリオツンリオツンリオツンイヤホン付け方よし誕生日ますごめんねちょっとしか歌えなかった 十三位、さぬき牛さん、ありがとうございます。十二位、本太郎さん、ありがとうございます。十一位、鈴鹿さん、ありがとうございます。十位、ゆずきちさん、ありがとうございます。九位、しゅうさん、ありがとうございます。八位、台湾のりさん、ありがとうございます。 七位シャガーラピーさんありがとうございます。六位ホリちゃんさんありがとうございます。五位チャカさんありがとうございます。四位吉川くんさんありがとうございます。三位ラクラクさんありがとうございます。二位ニンニボーイさんありがとうございます。 そして一位はドゥル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 ゥルルルルルバン澤本龍司さんありがとうございますあ,ありがとうございますあ、ほらありがとう皆様ありがとうございました明日は 朝です多分 <laughs> 朝配信になります。

キューピーちゃんあなんかちょっと、はい、キューピーちゃん <laughs> キューピーちゃんです。<laughs> ほらありがとう。今日も可愛かった嬉しい。あインスタさっき載せてるのでストーリーも。 投稿の方も見てくださいいいねとコメントもお待ちしてますあの拡散もお願いしますさあ明日もねお仕事があるので朝配信になりますあ終わっちゃうバイツーいつも可愛い嬉しい全身は NG です <laughs> バイツーまた明日バイツー